よ、よし、行くぞ。勢いよく投げすぎた。孫悟飯、正しいことのために戦うことは罪ではない。話し合いなど通用しない相手もいるのだ。精神を怒りのまま自由に解放してやれ。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。いいアドバイスだ。だが私は私のやり方でやっているんだ。ご飯、俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ、出来損ないめ。悟飯の怒りが限界を超えたのか。